J ビレッジ駅は福島県双葉郡奈良波町大技山田岡技下岩沢にある東日本旅客鉄道上番線の駅である2019年4月20日開業平成の日本において最後に開業した鉄道駅となったまた2020年3月14日時点で日本で唯一の部バつく駅である J ビレッジは 東京電力の出資により広野町と奈良葉町にまたがって設置された日本初のサッカー向けナショナルトレーニングセンターであるが福島第一原子力発電所事故を受けてその収束に向けた作業のための拠点として使われていた。広野町、奈良葉町ともに事故により全町避難となっていたが広野町は2012年4月に奈良葉町は2015年9月に避難指示が解除された。 避難指示解除を受けて復興を進めていくにあたり、双葉群を象徴する施設である J ビレッジをサッカー用途で復旧することになり、2018年夏の一部使用再開、そして2019年の全面再開を目指して工事が進められることになった。従来は駅から距離があるために J ビレッジへはバスを利用していたが、利便性を向上させる目的で、 J ビレッジ付近への駅の新設を、二葉地方町村会から、福島県に対して2017年11月に、要望し、駅設置へ向けて動き出した。2017年12月22日、JR 東日本、福島県、二葉地方町村会が、常磐線の新駅を設ける構想をめぐり、JR 東日本は、設置に向けた検討に入ることを決め、要望していた。 地元自治体側と覚書などを交わした。2018年2月までに調査結果をまとめ、新設するかどうかを最終判断するとした。3社は調査検討に関する協定書も締結。福島県によると、具体的な場所、事業費、後期など調査結果として示される見通しとした。2018年3月28日に国土交通省東北運輸局が、 歌唱 J ビレッジ駅の設置に伴う事業基本計画の変更を認可した。また、双地方町村会と福島県 JR 東日本が同日、駅建設に関する基本協定書を取り交わした。J ビレッジ周辺の地形などを調査した結果、開設可能と判断した。基本協定により、駅の整備事業費、約15億円を3社が3分の1ずつ負担することになり、 駅前広場の整備費用は奈良波町が負担することとされた。当面はイベントなどに合わせて列車が止まる臨時駅として運用される予定でダイヤは今後検討するとした。2018年5月22日に現地において非公式が行われた。同年10月11日、JR 東日本は正式駅名を J ヴィレッジ駅に決定したことを発表した。同社館内で アルファベットがつく駅名は初となる。同年十二月十四日、JR 東日本は二千十九年三月ダイヤ改正に関するニュースリリースの中で開業時期が二千十九年四月頃となる見込みを公表。二千十九年一月二十三日に J ビレッジの全面再開が同年四月二十日となることが発表され、駅もこれに合わせて同日開業することが 明らかになった。2019年4月20日、8時16分ぎの、常磐線下り、水戸駅発と三岡駅行き普通列車より営業を、開始した。建設中の J ビレッジ駅開業日のホームをほぼ同じ、位置から、撮影優勝トロフィーダイザー J ビレッジ駅、開業記念ヘッドマークをつけた列車常磐線と、県道高野小高線が交差する位置の南側に駅が、設けられる。 常磐線は、県道湖や小高線と、単線トンネル並列で交差しており、軌道間にスペースがあることから、ここに短式ホーム2面を設置した構造となる。なお、2面の短式ホームは、南端でつながっており、上空から見ると、V 字型にホームが設けられる形となっている。ホームは、特急も、停車可能な重量分の長さがあり、車椅子でも、スロープと、 エレベーターで円滑に乗降できる。駅舎やホームに強化発泡スチロールのブロック5550個を使う工法で工期を短縮し、2018年5月の着工から11ヶ月後の2019年4月に完成した。ホーム上にはサッカー日本代表が FIFA フフワールドカップや五輪で優勝した際にトロフィーのレプリカを飾れる台座が設置される。 臨時駅時代の営業日のホームでは、サッカー、日本代表の応援で多用される、アイーダ外線更新曲が流れていた。2020年には、階段やホーム照明に、サッカー、日本代表に関連するデザインの装飾がなされている。岩木駅管理の無人駅で、駅舎は J ビレッジの東側の入り口まで170メートルの、県道高野小高線に面した、奈良浜地側に整備される。 ホームと駅舎との間の高低差は約20メートルある。駅前広場は約400平方メートルを予定している。開業当初は番線番号の設定がなかったが、常設化までに設定がなされた。2019年4月20日の駅開業に合わせて各種イベントや記念品の販売が行われた。報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。